はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。本日はですね、どうしようかな。ちょっとね、何をしようか。まあ、家を作っていってもいいんですが、そろそろね、そろそろ鉄道を一回引きたいかなと。とりあえずね、砂を削りたいんですよね。ってなると、シャベルにエンチャントをしたいとなると、経験値を稼ぎに第一拠点まで行かなければならないとなると、大変なんですよなので今回は、ちょっと適当にしまっちゃいますが今回はレールを引く作業の準備準備しときましたじゃねえんだっていうね、こういう感じですよ、僕のチャンネルは。レールを引く準備をしたいと思います。鉄はですね、とんでもない量ありますんで、あとは木材ですね。とりあえず、まずはトロッコを作っておきましょう。で、木材を、でレッドストーントーチ、レッドストーンで動力をつけるのは後からやります。あるね、木が。まずはバラス棒にする。どうやって作ったっけか。あ、棒ってそんなにいらないんだっけ。こうか。で64。あ、意外とできないんだね。ドン。あ、結構できるね。これで、これで一回もう引き始めちゃおうか。じゃあ、なんか割とすぐできたし、ちょっと引いてみます。手持ちの分だけの前にだ。危ない危ない。ハサミ持ってるね。ハサミを修理しつつ、ちょっと途中でじゃない、あるかな、ベッドをね作っておきたいんですよね。まあ、あるんだろうけど、ちょっと今目で追えないので、あそこの羊がね、多少捕獲されている場所があるので。あ、いたいた。毛を少しもらっていきましょう。4つ、 OK、 よいしょ。で、下にね、柱を立てていきたいんですよね。それはね、またレッドストーンをやるときに、パワードですね、パワードレールを引くときにやっていこうかなと思っております。今日何話そうかなと思ったんだけど思ったんだけどって、ちょっとね、昨日の夜エレキギターの弦を張り替える作業をしていたんですね。ちょっと前にね、バンドをやっていたこともあって、ギターを、これポポポポってこうか、ん、なんか綺麗に決まらないね。一個開いちゃう。これ楽しい、この絵やばくない大丈夫、まあいいか、しょうがないね。こうやって置いていく、ゆっくり。エルキギターのね、大丈夫これ
久々に不安になったけど、この動画。まあいいか。走っちゃうとね、なんか。ちょっとこう、ちょいちょいちょいっていくか。エレキギターをやってるんですよ。まあ、アコギも2本ほど持って いるんですが。で、エレキギターも2本持ってたんですけどね、1本は。もうだいぶくたびれてしまったので。ずいぶん前に、ちょうど1年前ぐらいに、1年経たないぐらいの時にね、ギブソンの70年代トリビュートっていう70年代のギブソンをモチーフにしたみたいなギブソン、まあギブソンっちゃギブソンなんですけど、まあギブソンって名前すらご存じない方もいると思いますが、まあ、ギブソン買っときゃ間違いないだろうみたいなメーカーなんですよね。いや合ってないね、そんな。まあ詳しくないんですよね、僕。ほんと広く浅くの趣味人間なんで。これ全然足んねえじゃん。もう終わっちゃったよ。じゃあちょっと帰りましょう。で、昨日張っててね。皆さんは楽器とかやられますか？おっせえ、これ歩いた方がいいわ。そしてこうなるんだよね。もしね、楽器をやっていなかったら、僕はエレキギターをおすすめしたいなっていう話をしようかなと思ったんですけど、まずね、ギターって本当にね、簡単なんですよ。かつお金がかからないんですよね。まあお金がかからないことないですけど、ギター1本あれば、まあかかんないことはないわ。いや、お金かかることはないんですけど、かけようと思えばかけれるって感じですね。で、ギター始めようかなって思っている人が、アコギをね、アコースティックギターを始めるっていうパターンよくあると思うんですけど、僕はね、あんまりアコギスタートはおすすめしないというか、結構ね、アコギをマスターすればエレキなんか余裕っていうパターン、それももちろんあると思うんですけど、個人的にはアコギを触って、なんだろう、断念してしまう人の方が多く見てきてるんですね。まあ、弦が硬いんですよね、簡単に言うと。アコギって弦が硬いのと、まあ、サウンドホールって言うんですけど、アコギはね、あの真ん中に穴が開いてますでしょ。あそこで音を響かせて鳴らすんですけど、そのサウンドホールがついているおかげで綺麗なね、音の広がりがあるんですが、まあそれがついているせいで自宅で練習できないパターンの方もいらっしゃると思います。そうなってくると家で音が出せないからスタジオに行こう。で、最初はウキウキしてスタジオに行くんですよ。まあでもそれもね、半年続けばいい方じゃないかなぐらいの。やっぱりそうなってっちゃうんですよね。まあ家で練習できればそれが一番なんですけど。で、やっぱりアコギのね、その弦がかっ、うわー、やめてやめてやめて、おお、なんだなんだ、興味ないのか俺に、びっくりした、普通に鳥肌立ったよ今。あんな複雑なところで爆発されたら困る。何の話してたのか飛んでっちゃったよ。そう、アコギでね、つまずいてしまう人が多いと思うんです。僕の周りには結構多かったですね。ギターやろうかなって思ってんだよねって言われて、じゃあエレキなんてどうよって言うと、うわー、エレキはなっていうなるんですよ。寂しいんですよね。まあ大抵の人は良さを知らない、そして楽さを知らないエレキのね。で、奥ゆかしさも知らないパターンなんですよね。まあ言っちゃうとね、エレキも十分素晴らしい楽器だよっていうことをね、伝えたいんですけど。やっぱりね、なんだろう、アコギスタートでいくと、あ、これいいじゃん。どうしてもね、そのつまずいてしまう方が多くて。で、エレキだと弦がそもそも、まあ、硬くはないんですよ。
まあ、ものにもよるんですけどね。あとは音がアンプというスピーカーを通して出すので、普段は通さなければまあシャカ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 な音なんですけど、練習ができてしまうんですよね。これやった、俺やったな。で、なんだろう、アコギでつまずいてしまうのって、ギターがね、まあアコースなんでアコギの音が出るんですよ。まあ当たり前なんだけどね。ただそれだけなんですよね。まあそれだけじゃないんだけど、一方エレキっていうのはまあデジタルみたいなもんで、楽器のね音色を変えるエフェクターっていうのが充実してるんですよね。でもちろんアコギにもそういうのはあるんですが、エレキで使う方が断然使いやすいかなと。普通にアコースティック買ってしまうとね、エレアコっていうね、そのまあシールドが刺さるケーブルみたいなのがあるんですけど、それが刺さらないタイプだとピックアップつけてとかめんどくさくなっちゃうんで、もう最初からねそのアンプに刺す穴が開いているエレキを買うと、そのエフェクターでね音をいろいろいじれるんですけど、それがまたね結構楽しいんですよね。あ、こんな音あるんだ、あんな音あるんだっていうのがわかるので、非常にね、なんだろう、いろんな音で遊べるので、ギターっていうものが楽しいものになってくれるんじゃないかなと思うんですよね。でそっから指の動きとか覚えて、まあ難しいけどね、アコギ弾くのとエレキ弾くのじゃまたなんだろうな、まあそんなことないか、まあ、指の動きとか覚えて、でアコギがやりたかったらアコギに行く。でそっからまたちょっとグレードアップですね。アコギはやっぱり難しいものだと思うんですよね。手軽ですけどね、そのアンプスピーカーを使わないって部分を考えると全然足んないんだね。なのでギターをやりたいなって思った時に、アコギではなくてエレキもちょっとこう視野に入れてほしいなっていう、いやまあこの動画でね、これからギターを始める人へみたいなねチャンネルだったらいいんだけど、ゲーム実況チャンネルで何を言っているんだって話なんだけど、もしねそういう機会があれば、あのぜひね検討してみてはいかがでしょうかっていう、あと楽器っていうのは年食ってもねやっていける趣味だと思うので、あここそうかないのか、スポーツとかね、どうしても体力的にきつくなってきて、まあすごい生涯現役でスポーツされてる方もいますが、やっぱりね僕は、まあ、インドア派っていうのもあるんですけど、こうジジイになった時にギターをポロポロね、まあジジイになってもエレキ触ってたいけどね。だからエレキっていうね言い方が良くないんだろうね。エレキギターっていうだけでちょっともうシャカシャカしてるイメージじゃないですか。まあ僕はそんなことないんですけど、っていうのは触ったことがあるからって、結構ね周りの子に、周りの子っていうか周りの知り合いにねエレキギターの話をするとちょっとギャンギャンうるさいイメージにやっぱりなっちゃうんですよね。素敵なブルースとかジャズとかも弾けるのにね、ボサノバとかね、アコギじゃなくても綺麗な音が出るんですけど、やっぱりこうその辺が知られていないので、エレキってちょっとこう肩身の狭い感じになってると思っているんですが、いかがでしょうはい、今回はこの辺で終わるよごめんなさいね。はい、次回は、まあ、線路途中まで引いたので、あとはパワードを置いていきつつ、また鉄集めないとダメだね。でもあんなにあったのに相当使ったよね今ので。
まあ多少あるけど、ちょっとね鉄集めもしたいので、またねどっかに潜ろうかな。ダンジョン探ししてちょっと掘ろうかなと思っておりますので、次回もよろしければご覧ください。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。